アボカドのね、苗なんです。苗っていうかね、代木にするんだけど、代木ってわかる？わかりません。わかんない。ここにさ、こう種があるじゃん。うん、これを、これはアボカドをね、スーパーで買ってきて種を植えてるわけよ。ほう。でこうやって芽が出てくるわけよ、こうやって。うん、で芽を出てきたらこうやって鉢に植えて育ててるわけ。でもこれこのままだとさ、もう。あ、これ育ったわけ。うん。何年もかかるわけ。8年とか実がつくまでに、うん、だからこれを台木にして、これにもう実がなる、あ、台木、うん、台木、あ、うんうん、接ぎ木するわけ、うん、で接ぎ木するためのホギに使うやつはこういう、もうもともと接ぎ木された台木を買ってきてあるわけよ、うん、でこれはね、内地のその苗木屋さんから買ったんだけど、おととし買ったのかな、去年だったかな、おととしか、うちに来て、まあ、大体2年ぐらい経ってるんだけども、来年ぐらいこれはもう実がつくわけよ。今年も花が咲いてるわけ、うん、でこれが今ね、こういうやつがね、6種類ぐらい。これはアボカド、うん、これアボカドのね、これはベーコンっていう品種なわけ、うん、で今これとかね、ベーコンとズタノっていう、あそこに見えるじゃん、これがズタノっていう品種なわけよ。これもアボカド？これもアボカド。同じ時に買ったんだけど、ものすごい成長がこれ良くてさ、植えたのはちょっと早かったわけよ。あれもそうなんだけど、あれはベーコン。これでどのぐらいの経ってるってこと？これでだから、接ぎ木してから、まあ、こんな小さいで買ってから2年ぐらいかな。これが2年経って。で今年花が咲いたからさ、もう来年は実がやっとつくわけ。うん。うん、早いわけ、すごい。接ぎ木したら次の年にも花が咲くわけ。うん、でこれは内地から買ったでしょ。それから例えばここにあるやつさ、これは石垣島で作ってる人がいてさ、アボカドをその人から買ったわけ。うん、これは半年ぐらいずれてるんだけど、植え付けが遅かったもんで木がこんなに弱いんだけど、まだ小さいんだけど、もうこれも花が咲いてるわけよ。つまり来年これも実がつくわけ。アボカドに戻すとか、これが今年初めてね、自分で接ぎ木した苗なわけや、うん、で今やっとこの芽がこう出かかってきててさ、で、まあ、10個やったんだけど、どのぐらい成功するかわからないけど、これが今度ああいう大きな木になってさ、まあ3年ぐらい経ったら実がつくわけよ。うん、でそのアボカドの実をどうすんの？あ、だから僕としてはまずはさ、その国産の無農薬の樹上で完熟させたアボカドを食べたいっていうのが初めにはあったんだけど、 ところでよく分かってないけど、うん、沖縄ではアボカドが取れるわけ？内地でもね、和歌山県とかさ、うん、一部は暖かいところでは作ってる人がいるわけ。実際に沖縄ではいっぱいいるわけ？沖縄ではいっぱいっていうほどいっぱいじゃなくて、あ、珍しいこれ。うん、それで商業ベースで作ってる人はまだ一人もいないわけよ。うん、それをちょっとね、考えてるわけ今。おお。だからスーパーでさ、今来てるのはメキシコが来てるハスっていう種類のやつで、はあ、これは美味しいのもあれば結構ハズレもあってさ、うん、でかなり無理して作ってるっていうか年中売ってるもんで、うん、そうじゃなくて本当に美味しいアボカドっていうのをいつでもっていうか、まあ1年のうちの3分の2ぐらいの間食べたいっていうことでさ、まあ品種いろいろ植えたのが花粉交配でちょっと難しいことがあるもんで、いろいろ植えたんだけども、こちらもみんなそう？これもそう。あ、これが夢？夢。だからアボカド畑っていうのをさ、うん、ここに作っちゃう。ここじゃない。場所はまた違うとこ。ここはもう単管とか植わってるでしょ、こういうふうに。あ、そうか。いつも送ってくるやつはこれだけか。これがだから単管なわけですよ。あ、今年また実がいっぱいついてるから、来年はたくさん送れそうだけど。それでね、まあ、自分がこの商売をやるかどうかは別にしてさ、
まあ、今一緒にやってる仲間には引き継ぎたいなと思うんだけども、最終的には、うん、そういうようなアボカド の, あの農園っていうのをさ、まあ、沖縄で初めて、つまり日本では初めてみたいなあの形でさ、で沖縄にもそういうだから一つのまた新しい産業としてアボカドが定着すればいいなと思うわけよ、うん、今はもうマンゴーとかさ限られてるじゃん、そういう熱帯果樹も、うんうん、でまあ単価もそうだけどさ、そうすると大勢の人が作るとわって豊作の時に根崩れして豊作貧乏になったりとかいろいろあるけども、いろんな品種のものができてね、みんなが作ればさ、俺アボカドって食べたことないから。あ、そうか、アボカドって言うのだけどね。よくわかる。まずあの美味しいっていうのが、まあ美味しいっていう点では好き嫌いはあるけどさ、まあかなり今日本でも普及してて、で栄養価ではギネスブックに載ってるくらい最高の果物なわけよ、うん、栄養価では、うん、それでビタミン E とかさ入ってて、特に酒飲みには絶対必要。あ、そう。それから妊産婦にも絶対必要みたいな、そういうすごいいい、あのなんて言うんだろう、美容元素じゃなくて、なんだっけ、栄養素がいっぱい入ってるわけ。それでギネスブックに載ってるんだけども、うん、そういうだからあの果物をね、果物って言っても普通の果物はあの実が果実にあの糖分を蓄えていくじゃん、甘くなるじゃん、うん、アボカドの場合はあの脂肪分を蓄えるわけよね。そう、だからあのあ全然甘くなくて、果物というよりはな野菜みたいな感じでみんな食べてるんだけどさ。あ、そうなの、うん、甘くないものなの。甘くない、あのアボカド丼っていうのはさ、なんか本当にトロみたいな感じよ。ま、マグロのみたいな、だから、カリフォルニアロールっていうのがあのアメリカで作られた寿司があるんだけど、ネタはアボカドでさ、トロの代わりにアボカドを使ってるわけよ。すごいヘルシーで向こうでは人気があるらしいんだけどさ、今日本でもだんだん増えてきてるんだけど、まあ、そういうそのアボカドがね、一つの夢なんです今のね。